よりはだいぶ減ったとは思いますが、他人の建築、特に初心者の建築をやたらバカにするような人は未だにいるようです。僕の周りやうちの視聴者ではほとんど見かけませんが、たまにコメントで自分の建築をバカにされたという方を見かけます。このように他人の建築に文句を言ってくる人たちの正体こそが今回のアップデートで追加されるクリーキングの正体なんですよね。僕はこのクリーキングを根絶やしにすることでマイクラのアップデートを阻止するという活動を支援してるんですが、新バージョンでプレイする人が続々と増えており、あまりにも劣勢なので緊急で動画を作っています。ということで今回は今更ながらこういった他人の建築をバカにしてる人たちの悪質さについて説明していきます。みなとみらい不動産。あらかじめこの動画で何が言いたいのかを言ってしまうと、初心者でも建築が下手でも建築を恐れなくていいということです。僕は建築人口を増やしたい側の人間なので、こういう人たちのせいで建築を恐れてしまう初心者が出てくるのはとても残念なんですね。こういう人たちのせいで心が折られた建築初心者は建築を諦めてしまうわけですが、そういうことが増えると最終的にマイクラ建築に初心者が寄りつきにくい環境になってしまいます。こうなってしまったらマイクラ建築の衰退は絶対に避けられません。また実際そういう人に出くわしたことがない場合でも、この建築を SNS に投稿したらバカにされるんじゃないかとか、人に見せたら文句を言われるんじゃないかとか、漠然と不安を抱いて誰にも見せれないという人が少なく見積もっても世界人口の8割以上を占めています。実際そういうことをわざわざしてくる人が存在するのは事実なので、初心者なら特にそれに怯えてしまうのも無理はないと思います。今回の動画ではそういった不安を払拭し、初心者が建築を始めやすい環境を作ることで建築人口の増加を促進していこうと思います。ではまずこいつらはどんな奴らなのかということを簡単に説明していきます。建築をレベルで表すのはあまり好きじゃないんですが、あえてこいつらの建築レベルを数字で言うなら大体0か5かの2パターンですね。レベル0の方は建築を何も知らないからこそレベル1や2を叩けるという無知の知ができてないタイプです。またこのタイプは勝手に自分のレベル感を見誤ってるので、もっと上のレベルの建築にも的外れな批判をしてくることもあります。0の方は建築をしたことすらない人が大部分を占めてるイメージですね。じゃあレベル5の方はどうかというと、初心者の中ではちょっとできるようになってきた部類で、ちょっと分かってきたからといって勝手に全てを悟った気になってる初心者です。こっちはまだ自分のレベル感をある程度理解してるので、自分より下の1から4あたりをずっとバカにして、レベル6以上の建築からは目を背けようとしたり、あれはチートだからとかわけわからんことを唱え続けてるイメージです。ちなみにこれは完全に僕の体感なんですけど、レベル20を超えたあたりから他人の建築をバカにする人間はほとんど消滅します。こうなる理由は僕の中でも複数の説があり、まだ結論が出てないんですけど、レベルが上がるにつれ人の建築に口出しする確率がどんどん下がっていく感じは体感としてあります。わざわざ初心者の建築をバカにしてるうちはまだ初心者ということですね。それからこの2つ以外にごく稀に発生するタイプなんですが、例えば洋風建築税でレベル25の人がいたとして、この人がレベル18の現代建築税をバカにするみたいなことは稀ですがあります。というかこの場合現代建築税そのものを見下してるパターンも多いと思いますね。これこそがアイルランドの神話に登場するフィールドワーククリーキングです。現代建築と洋風建築ではそもそもフィールドが全く違うため、洋風建築が上手かったとしても現代建築に詳しいとは限らないんですね。また実用性重視か作りやすさ重視かなどのわずかな違いでも作り方が変わってきます。やったことある人ならわかると思うんですけど、同じ建物を再現するときでも縮尺が少し違うだけで装飾方法が大きく変わることがあります。そういうフィールドが違う場所では自分はレベル0になるんだという自覚がないか、そもそもフィールドが変わっていることに気づいてないせいで生まれてしまうのがこのフィールドワーククリーキングです。では実際に出くわした時どうすればいいのかということなんですけど、これは無視しつつ自分のレベルを上げるしかないです。幸いにもこういう相手は下を見てる時点で成長の余地はない上レベルが低いことが多いので、自分が成長する気さえあれば追い越すのは割と簡単です。こういう奴らは対象の建築レベルが上がり始めると途端に黙ってしまうので、守りの姿勢を崩し建築が上手い人の建築を参考にサクッと上手くなってしまいましょう。変な奴に目をつけられにくくなるだけじゃなく自分の建築レベルも上がります。具体的なことはこのあたりの動画で解説してるので、こちらも参考にしてみてください。最後に最近建築を始めた方やこれから始めようと思っている方に知ってほしいんですが、こいつらはただマウントを取りたいだけなので、こいつらの意見は的外れなことも多いです。真っ当なアドバイスをするような人はわざわざ初心者に突っかかってこないので、わざわざ突っかかってきた時点でそのくらいのレベルのやつなんですよね。それから自分がこんなやつらにならないためにも、人の建築に何か指摘するという行為自体は割とセンシティブ寄りの行動くらいに思っておいた方がいいです。好き好んでするようなことではないし、場合によっては人間性が疑われることもあります。そもそもマ
マイクラの魅力というのはその自由度にあるので、他人の自由に干渉しマイクラの魅力を勝手に破壊してくる時点で相当大悪ですよね。なのでこういう人にはならないし関わらないようにしましょう。今回の動画で全国のクリーキングの心をあらかた粉砕できたかなと思います。クリーキング撲滅運動に協力してくれる方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それから全然関係ないんですけど、今回のアップデートで追加される白い木ってちょうどマンションのフローリングとかに使えそうな色ですよね。僕は昔からずっとこの色の木を待ち望んでたので、今回のアップデート、ちょっとだけ嬉しいです。